ってさ自分でさあ私お姉ちゃんやりたいとかそういうのさ立候補生じゃんなのにお姉ちゃんがじゃあかなうはんだっけ名前は愛花って名前で「いなんか妹ね」とかそういうの示してくるの名前まで示してくるのねでそ,うそれでなんかセリフまで決めてくるのじゃあ今私が何とかって言ったら何とかって言っって でも絶対行ってくのでなんかお姉ちゃんが絶対だったからそうそれでもうせりふとかも全部お姉ちゃんに言わされてたマジで懐かしくない安部だるまありがとうちっちゃあれはねなんか髪長かったね私小学中学小学6年生まで生まれてから髪の毛切ったことなかったからめっちゃ長かったよ安部だるまありがとうまるさんだるまありがとう安部だるまありがとう嬉しい洗濯待って洗濯の存在忘れてたもう パイのみさんありがとうここはそう泡立つスパルタお姉ちゃんでした髪ちょっとバサバサかもん最悪それがお姉さんありがとう言わずでボリソープ髪よくないねなんかダラダラダええー、ありがとうパイナミさんよかった早くお仕事終わってよかったよかった配信が時間がやってて髪の毛サラサラしないんですよお姉ちゃん全部決めるよそうねねちゃんマジでねねちゃんだった でお姉ちゃんマジ女王様だったから我が家の女王様お姉ちゃん様だったからやばかったよめっちゃおかしいよねリアルおままごとそう監督そう <laughs> 演劇いそうなんだよほかはたから見たらマジで演劇もうおままごととかじゃないんだよだから全部言わされてた今から私が「ただいま」って言ったら「おかえりお姉ちゃん帰ってきてくれてありがとう」とか例えばだっけねそういうセリフを言わされるのセリフ ママごとにセリフってものは存在しないんだけどねそもそもまさかさありがとうお姉ちゃんとねおまごとする時ありましたえそうこだわり強いマジでこだわり強くてそうなんかちょっとでも間違えると「はあもう最初から」って言って <laughs> もうめっちゃ甘えてるお姉ちゃんマジでこだわり強かったのだからもうちょっとでも間違えるともうなんか怒って不機嫌になって最初からこうセリフを言わされるの <laughs> マジでおもろい昔も小さいんですよそうなの そうそうそう,のいて忘れてたそうやってなかった忘れた明日話しかよろしくね関さんやった楽しみ三姉妹大変だったよ妹は本当に人権なかったかわいそうやね確かにでもあでも人権なかったけどかわいがられ一番かわいがられてたの妹かなめっちゃねでめっちゃうるさかったけど今は逆真逆叶と妹のキャラが真逆になったちっちゃい頃と比べて ミクナさんありがとうここ演技派そうだから今演技やったらめっちゃうまいと思う自分おまんごとに台本あんのやばくない普通に帝国さんこんばんはー悟トルさんありがとうそうおまんごとアドリブとそう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 ママご飯できたよとか言うじゃん <laughs> 懐かしい毎日やってたおまんごと普通に私中学生になってもやってたよ普通に <laughs> 脳内何歳って感じだよねやばくないおまんごと大好きだった学校ごっことかしょっちゅうやってたよ 1+1 とか1る1の勉強一生してたもん学校ごっこでそうでもさ学校ごっこさ学校ごっこは別におもろくないよね学校帰ってるところのシーンがマジで楽しいんだよね別に学校ごっこの学校は楽しくないです映、ね、画監督しよう確かに歩かれちゃ髪の毛抜けるえやめよう二度とそこまでが選択助けてほんとに お姉さんん演劇なんだよ、ね、ヤギさ,んさっきはヤっほー妹はおさがり服な」なんかでも身長的にお姉ちゃんから妹に行くことが多かったからこのうちがアイドルするまではずっと服はお姉ちゃんから妹に流れてってたその後にうちみたいなお姉ちゃん妹かなうの順番に流れてきた身長的にねでも今はかなうがこのアイドルやってて服が必要だからかなうに流してくれるようになったちょっとブカブカだけど。 キチさんボスありがとうダスさん誰もありがとうそう優しいお姉ちゃんエピソード聞いてると想像できないよねそうね確かによくね家族とかでもその昔の話になると本当にマジで笑い止まらないしめっちゃおもろいなってなるお姉ちゃん特にね本当に面白いですねこんばんは。 あっちゃんさんレインボーさんありがとうえ中学生持ってない中学生もガチでやってたなんか私たちっていとこがいるんですけどいとこがその今見せてるちっちゃいいとことかじゃなくて普通に同年代ぐらいのいとこがいるんだけどうーんなんだろう同年代ぐらいのいとこいてでもでもかなうよりだいたい下なのねだからその年齢層が広いから全然中学校になっても妹はまだ神奈川中学校でまだ小学校 こうとかだから一緒によくやってたよ幼くてかやった元気で安心しましたよかったお思うことしません森瀬軍団で思うこと配信したいヒーターセリフにセヒータータにセリフ決められそう <laughs> なんかヒーターにでもお姉ちゃんに似てる感はちょっとなんか <laughs> 性格は全然似てないけどなんかそういう <laughs> そういうところに似てそうマジでおもらい恋復活したよさっきさ京スキ見てて普通にマジで京スキに今ハマってて なんだっけあれそ去年の卒業編去年の方の卒業編のところをもう一回懐かしいなと思って見ててあとはなんだろう「横田未来ちゃんだっけ?どう」と坂寄風太さん。 が成立したところがマジ大好きなのマジそのシーン大好きすぎて TikTok 見てたら50回ぐらい流れてきたもうやばいマジでなんかうち幸せだわ人のその成立シーン見てめっちゃもうニタニタ幸せになれる気持ちだからうち多分幸せになれる気がする幸せだわもうそれだけでも幸せってことだもんねで教介の曲をずっと今流してたスマホで懐かしいって思いながらもう高校中学はずっと教介見てたから教介のとりこでしたもん 出たたいと思ってたの自分お医者さんごっこなんてするわけないでしょ岩尾さん可愛いありがとうお姫様ごっこはしてたよお姫様ごっこはでも大体私はお姫様はそんな目立たない役でしたけどねその順だとそう世存世さん招き猫ありがとうかなうが一番小さいえ今同年代の親戚中の中ではかなうが一番小さいかな同年代っていうか一番下が妹なんだけど いと,ことか含めたら、ね、年齢的に下なんだけど妹の方がでも私が一番小さいんですよね身長妹がさっきそう金飛ばされるんです身長が小さい頃こんばんは楽しい動画でしたほっこりやんお前何歳頃だろうえ覚えてんないママに聞いてみるかママのとことどんなセリフがあったか忘れたけどママに一回それチクったことある <laughs> そうなんかセリフとか忘れたんだけどママになんかお姉ちゃんが「お姉ちゃん」 思うことして,てなんかセリフ決めててくるんだよねってチクった <laughs> もうやばいクソガキじゃん本当ににんだろうなんだろう別にいいやんねチクるところがおもろいよねわざわざいないところで「かな違う」っていそうえ <laughs> 確かにいい単位 <laughs>、ね、そうねえそういうのに見るえるえでも妹は4歳下とかじゃない自分そんぐらいかな岩尾さんは足りやと次女ですよ じゃいい言ういや言いつけるよ言ってもかなうは子役にされそういやそう自分思う中学生役でもできると思うんです自分だからもう多種多様もう何でも使ってくださいって思う私う映画で中学生役も高校生役も大人役もできちゃう,もう最高じゃないなんなら子供役もできちゃうよゴンさんあたりやとカスみ話聞いてなそう <laughs> いや本当にそう絶対そうテラスハウスはちょっとだけ見てた時はあったよ高木さん結婚して声を完全に戻してくれたら考えたきい アナちゃんおタクを楽しく幸せにできるアイドルだちょっとテイちゃんやめてよ <laughs> 嬉しいな CP が好きなのか苦手なのか確かにえなんだろうこうやって強いこと言ってて実は CP は好きです見るのは今日とかはめっちゃね面白かった <noise> こんばんはお姉さんいくつなのお姉さん何歳イ えー、お姉ちゃんか20去年成人式した21か何身長どういうこと身長ってこんなあるのチンパンジーってお姉ちゃんスパルタなんだよ、ね、妹に身長何センチ何歳に抜かれたえー、でももう3年前ぐらいには抜かされてた気がするかなえ昔からうん橋の下拾ってきたよとか,かえ待ってえママそうママふざけて言ってくるよよく ふざけてねふざけて本気じゃないよふざけてねもう橋の下から拾ったんだからって言われる <laughs> え本当はちゃんと生まれましたよ私ちゃんと生まれましたからね梅干しみたいって言われましたからばあばに <laughs> 生まれた時梅,梅干しみたいだったって言われたちゃんと生まれたんですけどね大人役くできますよ3期の撃したいそれな今度の日曜5時間目お話しかあよろしくえー、ボラリスさんやった楽しみにしてるねーやったーやったー 今度日曜日って今週ってことあさってってことかセクシーセリフ言えない声枯れてるから声聞こもろったえおそう本来の自分ひまわり歌える風に揺れるひまわりは太陽に向かい咲いているあねちょっとダメですねまだカスカスなのでまだ直していきます直るから確定ですねえミラニッキってテレビやってそういちゃんやらせたってそれえああいうのってやらせなんかな 見たことあるかも見たことだって聞いたことは TikTok でなんか昔の映像で見たことあるかも未来に日記ってなんか今えめっちゃ子供のやつ子供子供たちがなんか恋愛するやつだっけそれえ違う <laughs> でもえ確かにやらせ絶対やらせじゃないよやらせじゃないことを信じたい私はもうあの番組が大好きなんです狼出たい好きか狼出たいあっ京も出れないやん自分見た時にしか出れないんですよ 恋てあこいつギリ出るんじゃない出れるないわでもなんか大人の教好とかあるしねそういうのやりたいですねあやっちゃダメかうち普通に狼ならタマス側ならギリ出れるんじゃないえー、やらせたのかなちょっとさ教好で哲太知り合いいるから聞いてみようかな教えてもらえないかな <laughs> 情報漏えいで怒られるか潮に作家ありがとう誰もありがとう CP 憧れの裏返しなのかも そうどういうこと c p 憧れ憧れてないですよ全然まあ素敵だなと思いますよよくいいなと思うアイドルごっことかして進ずってくれます <laughs> 確かに映画も恋愛ものしか見ないんやえー、うーん映画か恋愛ものも見るし面白い系も見ます何でも見るよ映画も,も恋愛系はなんか夜中にふとした時に見たくなるラーメン食べながら <laughs> 最高じゃない部屋電気消してラーメン食べながら一人で恋愛映画見て泣いてんだよもう最高の休日日曜日かなあちゃんにおしまししましたのでえ嬉しい年のすずさん嬉しいありがとう待ってるねパパにはのお姉ちゃんより私年上だと思わんかった確かにでもえどうだろうでもなんかねお姉ちゃんなんか大人っぽいかもちょっと大人っぽいとこもあるけど子供っぽい年齢は 21とかだけどなんか考え方はマジで大人っぽい気がする25ぐらい考え方脳みそはでもたまになんか私と一緒にいると精神年齢15歳ぐらいになるリズに行ったんですけどお姉ちゃんと回ってたんだけどいとこと家族で行ったって言ったじゃんでもお姉ちゃんと回る時間が多くて自分絶叫乗りたかったからとか遊びたかったからマジでやばくて本当とって,ってち話はおもろかったからなんかマジでお姉ちゃんやばくてもう幼稚園児以下なんですよたまに。 なんかダンボの前で写真撮りたいって言っててあじゃあもう一回そっちのダンボの方行った時に撮ろうって言ってなんかショーの前に行ったんですけどあシ,ョーのあそのショーの最中に行ったらなんかショーでやっぱ人がいっぱいいてダンボのところが埋まってたのねた <laughs> なんかめっちゃ <laughs> めっちゃう句言われて <laughs> なんかもうだから言ったじゃんとか言ってなんかもうなんか別にだ誰絡みをしてくんのねお姉ちゃんはすごい。 だからもうダンボの方に行こうなんか違う方向行こうとするじゃんそしたらめっちゃ腕引っ張ってきて「ダンボダンボ」っていうのマジで恥ずかしくて普通にもうマジでちょっと待ってやばいこれお姉ちゃんの恥ずかしいエピソードしちゃったやばお姉ちゃんのあったおかエピソードしちゃったいや普段,普段はすごい考え方大人なんですけどねあとなんかジャンボリミッキー好き,好きだそうでお姉ちゃんがよく「 なんかご飯食べる前に家族でそろそろご飯できるようで集まるじゃんでまだご飯できてなくてリビングでテレビとか見てるじゃんもうその瞬間になんかお姉ちゃんはなんかいきなりスマホでジャンボリミッキー流し始めてなんか踊ってるんですよよよくでうちも寝っ転がったりするのに踊らされるんですなんか強制的に引っ張られてジャンボリミッキー踊らされるんですね そうで,でも最近は3月とかぐらいはなんかベイマックスの歌にはまってたらしくてなんかピーエンベイマックスのハッピーライドみたいなあるじゃんあれをずっと踊らされたうちも。でなんかまあギリいとこがちっちゃいからいとこも参加してやることあるんですけど私普通にやりたくないのにやらされてでディズニーでジャンボリミッキー流れてたんですよお兄さんがこうなんかガラガラ弾いてってジャンボリミッキーが流れてきた瞬間になんか。 うちゃ幼稚園児ばっかなのにもういきなり戻りだしてもう恥ずかしかった <laughs> 恥ずかしいそうしかも最近ね1月ね一月の初めらへんでいきなり戻りだしたんだよジャンボリミッキー幼稚園児の間に入ってマジでびっくりした精神年齢低すぎでもマジでおもろいうちよりアたおかなのかもしれないお姉ちゃん大津とおさん誰もありがとう小三で150絶対嘘だよそれ大津とおさんあとありがとう ひまり基準ひまり高いからね。梅？<laughs> <laughs> 三人兄弟おいしいでしょ。確かになんかヒータもかすみもなんか男多くない家系に私一人もいないから。深海からつ言われたことないわ。<laughs> <laughs> どういうこと？声出てない。それなっちょっと声出てないよね。まだやばいわ。は <laughs> いよこの人ピラメキのいや美しくピラメキのなんかイケメンだと思ってた自分その人。 え、ピラミッキーノってあの男の人のやつよね。なんかさ、カマキーとかのやつ違うかカリさんあとありがとう。でもめっちゃちっちゃい頃、なんかあの人が、なんか、イケメンの基準だと思ってた。幼稚園ぐらいの時。イーロン、よし。何それカリさんあとありがとう。宇宙人改造さ。<laughs> 待って、懐かしい。明日5時間え、やったやった待ってるね嬉しいみんなお話し会待ってます。イオさんあとありがとう。レオ、ヤホマレオってなんかさ、謎にさ。 途中でさ空っぽ入れてくるよねぽよぽろさんありがとうだるま高やさんあたありがとう一億人バズれのやらせないでしょあれやらせの要素一個もなくないやらせで疑うところもなくない多分そにお話し会でもピースピースしちゃうえしてほしして <laughs> したら気まずってことだけでいいピースピースじゃ会話なくなったらピースピースするわよろしく知り合い出てた今日すあそう今日すきはね知り合い出てた 世間狭いなって思った、教日の時に。なんか、友達から何とか出てるよって言われて、えやばって思って、普通になんかもう、地元って感じだったから、その方は。何とか出てるよって言われて、やばって思って。そう。びっくりしたよね、普通に。その、その今日全部見たもん、自分。何とか変化忘れたけど。マジおもろい、なんか。 おもろいよねなんかおもろくないなんか知ってる人がさカメラでさ恋愛してるのマジおもろって思ってめっちゃおもろかったえそれな昨日からさえそう思ったらレオなんかさいきなりさ会話の途中に金っぽめっちゃ入ってくるのおもろと思ったどういうことだあいのりえそうなのあいなりめっちゃ見てたんだけど言えないこともあるのですじゃあ大うさんこんばんはたけやさんあたりとうや山本さんありがとうかなうが CP になってるイメージ湧かないけど 確かに自分 CP になったことないからね目指し CP マルさんありありがとうなんかどうなんだろうテレビ大好き今日は天然祭りです今日好きってさなんかみんなの前で告白するじゃんきっとあれってカメラがあるってことじゃん普通にうるされてるってことはカメラの前で告白するのやばくないあんな恥ずかしくないのモンスターハウスこいさんあ,ありがてう山さんありがて くるの遅れた遅いよ京スキは台本なしのことアリの子がいるらしいよ友達じゃなかった待って待ってえレオの友達も京スキ言ってるってことえ待ってやば。それさもしさ自分の友達とさレオの友達がさ同じは同じ編に出てたらさマジでおもろくないえちょっと待ってやば。えレオの友達も出てたってことえ待っておもろいんだけど超おもろい展開ちょっと待っておもろい待って え、どうする友達だったらそこなんか友達だったらどうするやばいんだけどマジでおもろくないええそこ成立したらマジでおもろくないえちょっと待って待っておもろいんだけどどういう展開オンライン申し込みしたよおバカじゃないよ告られるの待つええー 自分,多分こういう性格で言ったら普通に今日好きにこういう性格で言ったら一緒に振られるのであの猫かぶります。安部、ハたありがとう。おつあんと誰もありがとう。高井さん、ハたありがとう。お姉ちゃん絶対頭おかしいよね。矢吹さん、バラありがとう。やばい、時間ないよ滝行やるせ。どういうことめっちゃ寒かったよ、俺もう私の顔見て。あんな顔しないよ、普段、カメラの前で。くんや。ほう。 マ,サシさんとマトバさん誰もありがとう推しの子見たよ告白するとえちょき聞,聞いてみよう聞いてみよう知り合いと知り合いいやそれな年齢違うかかぶってないあそっか確かに自分と同い年だからレオは出てないかかぶってないか確かにしかも 去年とか私出てたのだからかぶってない気がする待っておもろびっくりしためっちゃちっ待って <laughs> えちょっとさええどうしようお話し会で話そうね高井畑ありがとう友達の友達アイドルをさすが撮影した瞬間そういう番組になるお高くさってないいや出ないですよ出ないですよ狼出たとしたら私狼役なんで大丈夫安心してくださいよんこちゃうしわっこえた 何やばっちょっと私はじゃあギリ学校見学行ったらレオがいたぐらいかタジさんハタありがとう叶う情報つなきゃいやそれないや叶う情報別に叶う情報って言っても何もないんだけどね特に特にハタありがとうマジでおもろいななんか世界世間って狭いなってこういう時に改めて思う 13位ひらり、ひらもんさん12位、かりさん11位、山吹さん10位、高きさん9位、岩尾さん8位、しおりん7位、まさしさん6位、はじっち5位、おーツっとトさん4位、たくやさん <laughs> 3位、あっちょさん2位、瀬戸のせいじさん1位は、やすべありがとう、やすべありがとうございました、やす待って、気づかなかったこの顔がつってないことやすべありがとう、明日お話し会楽しみみんな待ってますね、皆さんたくやはとありがとう。バイバーイ。 ありがとう気合いの多くからんな感想が多いか私が何か見てる <laughs> いやそれさ <laughs> マジでもろいねあれ台湾のやつ何何何それ私だけ知らないの世界的にあた滝に食れたことありますいやマジで滝やばいちょっと滝やばかったよ本当に七瀬さんの服ありがとう服が来たまた明日ね <laughs> 今月ステーキおの食べ放題え,え行く時間やるぜ。 ローさん誰もありがとうヒーター安心してないのかなさっきヒーたー、ね、に TikTok の URL たくさん送りつけてたら <laughs> な,んかなんか一言添えてって言われた <laughs> どういうものか適当人に送りつけてたんだよね気になった TikTok をおやすみバイバイヒーター元気かな体重不良になっちゃったのかな <laughs> 食べすぎて腹痛ありえるんだけどおもろ <laughs> 大丈夫かな スパムかと思うやろ何スパムって美味しいよねスパムあんま好きじゃないけど自分沖縄の食べ物でしょうバイバイおやすみなさい新年会いいな金持連れてってよ金のあのさアクサス連れてってに、ね、よろしくそっちじゃない何どういうことさっちはねスパムをギリギリ飛行機で食べようと思ったけどやめた高橋さんあたありがとう嬉しいなんかなかなかの終わんないやうち誕生日今日寄せようっと そうだ今日お風呂入ろうゆうに入ろうと入浴ーータルカンじゃあバイバーイ <laughs>